道は左側です。お疲れ様でした。はい、蔵王にやってきました。今からサクッとお散歩がてらこちらの紅葉のお山を登りたいと思います。で、今日はちょっと麦のザックを忘れてきたので、しょうがないので麦の荷物は私が担いでおります。かつ火山だって、火山活動が活発になる場合がありますので、ここがカルデラですかね。ここがカルデラ、カルデラっていうか湖っていうか、あれが見える。ああ、オカマ見えるよ。オカマが見えてるんですね。お昼になったので湖を見ながらランチを食べたいと思います。で、今日食べるランチはこちら、白石温麺。なんか有名らしいので買ってきてみました。ここでちょっとお湯を沸かせて湖を見ながらランチを食べたいと思います。美味しそうで、茹で汁はペットボトルに入れて持って帰ります。探してね。そしてこれは味、もともと味がこれがくるみのタレなんで、これをつけて食べるんですけど、味がついてないうちに麦にもお裾分けしたいと思います。はい、完成しました。食べよっか。食べますか。じゃあどうぞ。いいよ。よし。めっちゃくるみ。おいしい。昨日食べたの早いね。ほら。普通に食べようとしたな、お前。食べたな、あなたは。ない。ないです。ペットボトルに入れました。これは持って帰って処理したいと思います。温泉セット持ってくればよかったかな。地蔵山山頂に来ました。標高 1736m。
ちょっとね、雲がかかって景色が見えないけど、蔵王ロープウェイ山頂駅です。開運の鐘鳴らしてみよっか。すごい紅葉が真っ赤です。さっきはこっち側から来たので、こっち側から帰りたいと思います。なんか顔が怖いです。入れたのか。ここはどうやら雪が積もった時用の入り口みたいですね。ドストハウスで小腹が空いたので、味噌こんにゃくと揚げ餅と牛タンつくねを買ってきました。おいしい。味噌がすごくおいしい。
残した。食感変？いらないの、いらないの。困ったね。はい、次はつくねです。つくね、ダメ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 だよ。これ味ついてるからね。まあちょっと味見を。うん、うん、あ、うん、おいしい、おいしいです。つくね。で、揚げ餅。うん、うん、うまい。この味のついてない部分を揚げようかね。で、次はくん玉。はい、くん玉いただきます。うん、うん、うん、美味しい。一つだけね。はい、はい、そして最後は蔵王名物チーズ饅頭をいただきます。中身こんな感じ。いただきます。うん、うん、美味しい。あ、外側だったら食べれそうなの。はい、じゃああんこだけ抜いたやつ。はい、美味しかったね。はいはい、よいしょ、よいしょ。はい、疲れ、あ、疲れ様、お疲れ様でした。麦、はい、ということで車に戻ってきました。え、疲れたね、歩き疲れたね。よし、じゃあご飯作りたいと思うんですけど、先ほどおやつをいっぱい食べたので結構お腹は空いてないんですね。でも食べないと夜中にお腹空いちゃうんで、まあ、軽く食べたいと思うんですけども、今日お昼に食べたウーメンがまだ1本残っておりまして、ちょっと味を変えないとね、お昼と全く同じだとつまらないので、でこんなものを買ってきました。奥漬けっていう宮城の郷土料理だそうです。かけて食べたいと思います。危ない。おお、はい、完成しました。宮城名物ウーメンの奥漬けです。いや、美味しそう。具沢山。食べる？もうお腹いっぱいかな。おいで、食べてみる。はい、あ、食べた。おお、あ、落とした。またなんていう食べ方を。ちょっとお行儀が悪いですね。はい、じゃあ私もいただきたいと思います。いただきます。いただきます。うん、あ、うん、めっちゃまた美味しい。これ麺が熱々だったので、おくずがけ冷たかったけど、ちょうどいい具合に温まって、猫舌の私にはちょうどいい熱さになりました。うん、おいしい。めっちゃ具だくさん。うん、うまい。うん、うん、おいしい。いや、これはまた全然違った味わいでおすすめです。あ、そうそう、で今日のお酒なんですけど、実は今から運転しなきゃいけないんですね。お水をいただきたいと思います。
美味しい。ああ、完食しました。ああ、お腹いっぱい。ねえ、麦。では、今から運転したいと思います。眠たくなるまで運転します。それでは、さようなら。バイバイ。バイバイ。はい、さようなら。